困難救助隊の初代隊長の黒田武弘です、困難救助隊は、結婚したいのに結婚できずに、生涯、死んでしまうまで結婚できないっていうような人がいるっていうのはおかしいんじゃないですかっていうことを、まあ延々と述べ続けている YouTube 番組です。孤独死とかいう言葉もありますけどね、結婚したいのにできない、これはどうしてなんですか。そういうことをですね、一方でですね、妻子ある身でありながらとか、不倫とかですね、そういう余計なですね人がいるわけですよ、男女ともね、そんなのに一方でそんな悪者たちがいるのに、結婚したいのに結婚できずに生涯を終えてしまう人がいるっていう、この不公平感、これはもう本当に完全な不公平だと思うんですね。ただマスメディア並びに世間一般にですね、大体ですね、社会的に強くなる人っていうのはそういう結婚問題に苦しまないで、こう、まあ、不倫とかですね、悪者じゃなくてもですよ、まあ結婚で子供を育てて普通にやってる人はそう、本当に素晴らしい方々なんですけども、そういった方々はもうそういう結婚難問題っていうのは、まあやっぱり自分たちに降りかかってないので、ね、こう順調に結婚されて子育てをしているっていうのは素晴らしいことなんで、申し分ないんですけど、ただ結婚できずに生涯を終えてしまう人まで、の認識に至らなくなってしまうんですね、順調であるゆえに、まあそれはいいことなんですね。ただで本当に悪いのは、まあ妻子ありながら不倫したり、あとパパ活援助交際っていう売買春ですね、素人売買春、まあクロード売買春も悪いですけどね、風俗店とかもね、そういう人たちは教育が何なのかっていうね、そういう、だからね、レイプとか暴行とかいうのは本当に悪いってもうみんな言いますけど、それは当然なんですけどね、同意してたからって不倫は同意でも悪いですよね。それと同じです。風俗店だって、経営者が女性を差し伸べる、まあ本当か嘘か分かんないですけどね、歴史的には本当に従軍慰安婦問題なんていうのもね、けんけんがくがく言われてますけど、現在のね、風俗店経営者と風俗店従業員とお客さんの問題ですね、これだって同意とお金が返してるっていう面も有無に関わらずですね、で大体ですね、女性もこうお金のために目的にしているわけで、そういう売買心を、愛情とね、子供を産み育てようという意味合いで、性行為に至ってないわけですから、同意だからいいってもんじゃないんですよ。そういうことを言わない、そういうことを言わないですね。まあ復縁して言えばですね、何でもそうなんですね。今朝ですね、私はですね、文化放送ラジオでね、朝はよく平日は月金は寺島直政さんのね、おはよう寺ちゃんを聞くことが多いんですけども、まあ、6時から7時台、まあ、ちょっと元気がある時とかは、まあ、休みの日なんか寝床でですね、5時台6時台、海外在住の女の方がですね、お話すること多いんですけどね、今日はなんだっけな、イタリアだったかな、日本の喫茶店みたいな茶店、わかんないですけど、お茶を出してるんですか、わかんないですけどね、グラなんとか恵子さんじゃなくて、なんだっけ、忘れました、すいません、なかなかね、ちょっと関西系の方なんでしょうかね、なんかイタリアの人を結婚したのかな、わかんないですけど、グラで、6時台は、まあ、有名なっていうか、経済評論家の常念司さんですけども、常念さんはね、今日ちょうどね、この公明党が衆議院選挙で公約したで、まあ、公約は公約でやるって言うんだけど、それは素晴らしいんでしょうけど、問題は18歳以下にしか10万円を一律支給しないってことですよね。なんでこの国民全員にしないんだと、これは前回も言いましたけど、でね、30人ですか、10人から41人くらいになったんですか、13人か分かんないですけど、まあ約4倍近く、3倍4倍近く、まあ、3倍ですか、まあ、よく分かんないですけど、まあね、こういう初歩的な割り算も私は分かんなくなっちゃいましたけど、
だからといってね、こまごまとね、もう円周率を 3.141592.65 うんぬんぬんってそこまでしか分かんないですけど、まあ、ずっと言い続ける人もそれで計算してもしょうがないですね、それを覚えるっていう記憶力ってのはすごいですけどね、常念司さんもあの人はね、もともと都内でジムを経営してたり、スポーツジムですね、何店舗も経営してたり、あと株とかですね、株の投資をしてたりという経済の評論家をやるくらいの方ですから、ラジオ出る方の方ですから、自営業タイプなんですね。そうするといくら頭が良くて分かってる人でも観点が自分の方に行っちゃって、結局そういう10万円云々を誰に支給するかとかいう細かい話よりも経済全体を見て、いろんな他にもこの給付金にしてもね、いろいろあるんだからっていうことで、そんなちまちましたことでってこう吐き捨てちゃうんですね。それは私にとっては間違いなんですよ。経営者じゃなくて労働者、あとあと貧困的な人に関してはもう一律10万円国民全員に支給しちゃった方が手っ取り早いんですよ。それを経済をもっと大きく見たら、そんなちまちましたことっていう常念司さんのような考え方では自営業タイプの考え方であって、自力で成功できる大きくね、従業員に給料配る側のタイプの人ですから、そういう発想になっちゃうんですね。そうじゃないんですよ。実際に日本経済から見れば、そういう経営者がそういう経済を運営する方向の補助金なんかも視野に入れてそっちをやるべきでしょうけど、それとでも同時並行というのはできるんですね。だからそういう低所得者にしても層にしても、あと失業者層にしても、10万円を18歳以上にも、もうおじさんだろうおばあさんだろうが金持ちだろうが、一気に配っちゃった方がいいんですよ。だから明日の上武大学のね、火曜日 の田中秀富先生、常念司さんとも仲間なんでしょうけど、そういうリフレ派っていう人たちがね、おはようテラちゃんに出てるみたいですから、だからね、ちょっとやっぱり田中先生は明日多分聞くかどうかわかんないですけど、一律10万円給付に関しては全員に配っちゃえばいいじゃんって、そういうふうに言ってほしいんですよね。だから常念さんはちょっと残念でしたけど、常念司さんはどっちかというと原発はね、やっちゃった方が温暖化抑えならいいじゃんとか言っちゃう人ですから、ちょっと足らないんですね頭いいんですけど足らないんですね。なんかですね、なんだかバルムワンじゃないですけど、なんだか今日もよくわかんないこと言ってましたけどね。まあ明日田中秀富先生はどう言うか言わないかもしれないですけどね。文化テラおはようテラちゃんね、寺島直政さんがそれ吹かけるかどうかですけども、だから公明党がね、なんだかこのそりゃね、創価大学附属のね、幼稚園とか小学校とか中学校とかね、そういった方々にまあたくさんいるでしょうから喜ばれて、自分のね、あれだって私中学校か高校の社会科でね、宗教と政治は分離するっていうね、あれも分かんないですよ、公明党に関してはね。幸福の科学も分かんないですけどね、幸福実現党なんだか今回は出ませんでしたね。どうしちゃったのかも。ただ地方議員にはね出てたり、高校もできたりしてますからね。いろいろ地道にやるんですよ。天理高校とかね、野球で有名ですけど、智弁学園にしたって、あ、智弁は違うのか、PL はね、ちょっと野球部なくなっちゃったんですけど、ね、そういう宗教と学問をね、一致してる、一致も何もね、青山学院にしたってね、その国際キリスト教大学にしてもね、そんなもういっぱいありますけどね。ただ、前にね、その青山学院のね、女性が風俗嬢やってるなんてね、SNS で。かテレビかラジオか分かんないですけど言ってましたけど、クリスチャン系のね学校の女生徒でさえね、そういう風俗で性売買しちゃうわけですよ、売買春してるわけですよ。だキリスト教もそういう面では見学化しちゃってるんじゃないですかね。だからもう本当にこう教えがあってもね守ってる人がいないっていうね、とんでもない自堕落なね
日本人なんていうのはそういう、仕事手仕事とかね、そういうところには勤勉でしょうけど、性のモラルなんかそういう ところで言うと、いい加減で食われてる人が数々出てる国ですからね。それをおおらかなんていう言葉で自由と平等と多様性とレインボーとかね、そういうバカな人たちが多いわけですよ。悪いものは悪いんですよ。倍々賞に過ぎないです。パパ活にしても婚活にして、あ、婚活じゃない、ごめんなさい、婚活は大事なんですよね。パパ活にしても援助交際にしても、だから、あれでしょ、悪法ドラッグなんて今はなんていうんですか、白い粉じゃなくてもね、覚醒してしまうね、罪とかね、あと大麻いはたいてじゃなくて大麻いじゃなくてね、麻薬は麻薬用じゃないんですけど、そんなものじゃ なくてもこのドラッグでね、その最初合法ドラッグとか言われましたよね。で違法ドラッグになって悪法ドラッグとか、なんか今何て言うんですか、なんとかね、その、真逆ですよ。悪いのにいいって言っちゃうというね、そういう言葉のテクニック、レトリック、そんなのだらけなんですよ、この日本って国も。でね、この戦後アメリカに負けてね、70何年経ってからようやくカムカムエブリバディですよ、朝ドラもね、もう和洋折衷でね、日本の心はどうなったかっていうとね、で美しい日本だとアベノマスクが在庫が6億円の在庫のなんか保管費ですか、なんだか分かんないですけど、とにかくね、こういうふうにもうね、保守が自由民主党とかね、自由な民主的な保守とかね、だからむちゃくちゃ言葉尻でわけ分からなくなっちゃったんですよ。だから公明党さんがね、最初こう財務省に言われたからか分かんないですけど、癒着して言われたか分かんないですよ、自公とね、自民党とね、18歳以下にちまちま配るっていうような、1回全員に配ったのに、で1回配ってやり方を覚えただろうに、18歳以下にしちゃってるところ時点で、それでそのでベーシックインカムを第一公約にして大きく伸びたね、さっき数字が3倍か4倍か分かんないっていう私はレベルですから、まあ、テレビなんかラジオなんかにもお呼びはかかるわけがないんですが、だ自分でこうやって YouTube さんはね、 YouTube さんはこうやって自由にこう、それが本当自由でね、 YouTube さんは出してくれますから、だ YouTube さんは本当ありがたいですよね、だから TikTok とかね、他のなんかニコニコチャンネルじゃないですか、なんですか、字が横にこう出てくるようなの、そんないっぱいやんなくてもいいですよ、YouTube さんでいいですから、私は本当にYouTube さんありがとう、感謝感激、 YouTube さん世界一って感じですね。ということで結局ね、結論としてはその、ね、ナンバー2であるね、日本維新の会ベーシックインカムをね、ベーシックインカムって言ったらだって10万円を毎月月国民全員に配るんですよ、そういうロジックですよ。そういう論理の人がなんで大阪府知事のね、吉村氏ですか、なんでその人が私でも30万ももらえるって、子供3人いるんですかねっていう議論で、それでいいのかってなっちゃうんですよ。逆じゃないですかね。俺と奥さん、まあおじいさんおばあさんと同居してかどうか分かんないですけど、まあ夫婦2人に子供3人だったら、じゃあ50万渡せよっていう論理になりますよ。でベーシックインカムだったら毎月々50万円ずつ渡しなさいよっていうのがベーシックインカムなのに、 なんでナンバー2の人がベーシックインカム分かりもせずに30万でいいのかなって、わけわかんないですよ、そういう発言が。だから常念司さんにしてもね、吉村大阪府知事にしても、頭のいい人が、私なんか比べても格段に全然段違い人たちがわけわかんないことを言ってることが非常に残念なんですよね。でやっぱりマスコミ批判とか常念さんとかするわけですけど、私みたいなもっとこう頭がなくてね、こう知識もない人ががっかりするしかないんですから、簡単じゃないですか。だからそんなことじゃないです、公明党さんが選挙公約でまたもう一回一律国民全員に10万円支給するからって言えばよかったわけですよ。そんで支給すればそれで済んだことなのに、で逆言っちゃってるんですもん、そのこまごましたところに。それで結局はそのたかだか18歳以下のね人だけに10万円配るっていう、
それが本当のちまちまですよ。そっちが本当のちまちまですよ。重大ですよ、10万円は本当一人にとって。常念司さんみたいに自営業でコロナが終わったらまたこうね、売り上げとか利益が伸びるっていう手腕を持ってる人じゃだけじゃないんですから。国民一律に10万円を支給する、これを公明党さんたちがなんかね、まあ自分たちのね、付属小学校中学校が多くなれば多くなるほど有利なんでしょうし、まあそうしたいんでしょうね。あの全子供をね、あの創価大学付属に入れればいいんでしょうから、それだって別に自由競争ですからね。あのいい学校だったらねいいんでしょうし、あのと、ね、まあ官立公立国公立か分かんないですけど、東京大学なんかそうなんでしょうからね、みんな目指すっていうねアピールをね、してきたからそうなってんでしょうからね、まあ私立は特にですよね、もうとにかく駅伝にしてもね、早ければ早いほどあの人気が出るわけですよ、だから結局だから勉強なんかはそんなに深くしなくても、今回は、一律国民全員に10万円配ってっていう一つので、それでもっと足りない人とか自営業者にはまた別にって考えればいいだけじゃないですか。これ以上勉強する人あります？何やってんすか、公明党の山口さんでしたっけ、なんかね、分かんないですけど、なんだか、いかんざきさんじゃないですよね、もうね、分かんないですけど、まあ、そういうことでね、で、今回はね、あの、結局、その、ガラッと変わりますけど、変わりませんけどね、上川隆也さんのね、なんですか、この、影の季節、シリーズ6、7と昨日見ちゃいました。結局ね、その、6のね刑事っていうのはね、影の季節副大刑事はね、なんかどっちかというとまあ部下っていうかね、まあ友情みたいなね、男とそういう部下と上司の友情的な、仕事の中に友情がある的な話だったと思うんですけど、男女関係ということをもっとテーマにしてきたのは7作目ですね。今のところシリーズ最後になって、もうシリーズが終わってから十何年以上経ってますでしょうから、まあもうやらないでしょうけど、おそらくね、まあやるかやらないかわかんないですけど、一応区切りの7ね、それが清算っていうね、清い算術だ、清算、清い算術っていう清い算数だったら、ベーシックインカムだってね、もう本当あのだから、一律10万円を国民全部に配って、それを毎月月にするのがベーシックインカムなんで、なんで吉村府知事は、その今回の話だったら私だって30万もらっちゃうんですよって、あのそういうね、あのお金いっぱいもらってる人がっていう議論になっちゃうんで、逆でしょっていう。だからもしもね、奥さんと2人で、まあ吉村知事の家族構成わかんないですけど、おじさんおばあさんが2人ご健在だったらね、その70万だしね、お子さん3人いるとしたらですよ、30万もらえるって言われたわけですから、で50万でそれを月々っていうのがベーシックインカムなのに、なんで私みたいな金持ちでも30万もらえちゃうんですよっていう方向に、逆じゃないですかね、これ笑っちゃいますけどね。でも人気あるそうですよ、大阪のね府知事は。なんか大阪のおばちゃんとかね、まあ値切りで有名ですけどね、大阪のおばちゃんね。でも沢口敦子もね、大阪のおばちゃんなんですよね。でもここにほくろがありますけどね、こっちか分かんないけど、私もありますけどね、どっちか分かんないですね。誕生日同じなんですよ、沢口靖子さん。だから永遠に2歳ずつこう沢口さんの後輩なんですよ私。まあどうでもいいことなんですよね、どうでもよくないですよ全てのこと。あのこうで南野陽子がそのヒロインなんですよ、あの生産にはね、あの影の季節のね、上川隆也さんとこう共演なんですけど、ここにほくろがあります。ここにほくろがね、でっかいほくろなんですけど、ほくろどうなんでしょうかね。あの藤谷美紀もありましたよね、このこっちでもね、大臣で、あの沢口靖子的なね方向に、で取っちゃったりしますもんね。あの南野陽子はね、私と同い年ですから、永遠に同い年なんですけど、まあ誕生日違うんでね、私の方が先に生まれたのかな、でも同年代なんですね、確かね。でスケバンデカのね、こうヨーヨーですけどね、そうですよね、ヨーヨーですけどね、あのヨーヨーですけど、まあスケバンデカの2代目なんですよ。和帝とかね、なんかこの何ですか、あの高知県のね、だから何でしたっけ、尾形県が出たね、陽気楼じゃなくて何だか分かんないですね、
許さんぜよ、ね、あのなあのうおまんらですからね、うん、許さんぜよのね、うん、だからそういう南野陽子がねヒロインでしたけど、私はね南野陽子はちょっと好みのタイプじゃないんですけど、ただその影の季節生産のメガネを取った時の南野陽子は輝いてましたね、うん、でも基本的にはちょっと好みのタイプじゃないですけどね、あの伊集院光じゃない方のね静香さんのね作家の方のね伊集院光もね同い年なんですよ、これはね、うん、ただ体重が違いますけどね、うん、いろんな同い年が頑張ってて、ね、地球を熱くする、テニスプレーヤーもね、中国じゃテニスプレーヤーの女の人がね話題になっちゃってますけど、今ね偉い人とね、うん、告白しちゃったっていうね、まあ、でも偉い困ったけど勇気のあるね無事を祈りますけどね、困ったもんですね、男 の, あの偉いからってね、もうなんか中国ね本当に、で松岡修造さんみたいなね地球を熱くする男とかね、同い年なんですよ。あとやっぱりねある意味熱いね、織田裕二も同じですね。あと一緒に奥さんとカレー食べてるね、私がおばさんになってもね江口洋介もね同い年なんですね、まあこうやってね、虎の湯を狩るんじゃなくて着るんですか、狐じゃないですけど、もういいんです、もう有名な同級生ばかり言ってればいいわけです、学校は違いますけどね、ただねその江口洋介さんにね取られちゃったあの拓八郎さん、拓八郎じゃないですよ、拓八郎さんはね残念ながらお亡くなりになっちゃいそうですね、たくさんね、たこさんはもっと前に死んじゃってますよね。そんなこんなで、それはね、なんかこう、ね、二渡り刑事のね、刑務官のね、人事のね、刑事を人事するというね、二渡り、上川拓也さんがね、キムタクのね、まだこれ3も4やってほしいですけどね、ハードボイルドのね、男だろっていうような感じのね、なぜか離婚されちゃうというね、仕事しすぎて離婚されちゃうって、男でもね仕事しすぎちゃってね離婚されちゃうんじゃ、女が仕事に入っちゃったらね離婚が増えるに決まってんじゃないですかね。男女雇用機会均等法じゃなくていいんですよ、男女が尊敬し合えばいいんですよ、補助的な補足でも、だからこう持ちつ持たれつでいいんですよ、男が8女が8で男が2女が2の力でもどっちでもいいんですよ、これで、それ合法にしようとするからおかしくなっちゃうんですよね。だからゴーゴーとかね、ヒロミゴーとかね、ゴーゴーとかね好きだったんですよね。だからそういう観点から言うと、二渡りと若い頃にこうね清井交際までして、二渡りが結婚しようって言ったらちょっと若かったからっていう理由でちょっと怖がってこう、そういう憂鬱なね、南野陽子演じるね、情報処理課のね警部補まで行った人がね、行ってる人がね、まさに男女雇用機会均等法一期生みたいなね、私の世代みたいな人がね、今度ねお父さんが年取っちゃってこう寝たきりになっちゃってお母さんも年取っちゃってっていうことで、こう近くにねこう免許センターができたんでそっちに移動したいんですけど、それをするためにはと言ってここがちょっとアッパラパーになっちゃってるんですけども、そのなぜか二あたりとねこう初恋的な、初恋じゃないんでしょうかわかんないですけど、こう二あたりのねあの硬い男のね、硬い男は大事なんですよ、まあ、柔らかい男も大事なんですよね、別に下ネタでも中ネタでも上トロでも中トロでも別に何でもないんですけど、サンマはねちょっと食べにくくなってだんだんね少なくなるとね、あの庶民的な味と言われたねサンマがこうだんだん高騰してね、庶民の味じゃなくてもうこうね、手に届かない味になってしまうというね、時代が変えていくっていうね、まあ大豆肉ですね、これからの時代はおそらくね大豆肉だと思います。まあそういうことで、その飯塚元樹さんじゃなくて何だっけな、よくね何だっけな、おかしなデカとかもね出る刑事のね、その人がね何ですかこう麻薬犯、それにこう大門正明さんがね、死んじゃうんですけど、今回はねその部下だけどちょっとこう裏切ろうとしたけども最後は泣いて謝るっていうね、飯
飯田さんっていうか、その人は私より2つくらい年上です。1つくらい年上、まあ同世代は同世代、うん、その人ね、よく出る人ですよね。なんかこうちょっと犬顔のね、その人がこう、うん、こうと不倫しちゃうんですね。あの南野陽子のやった役の人がね、なんていう名前の人か忘れちゃったんですけど、うん、それは飛ばされるためのこう、男は飛ばされないんで女が飛ばされるらしいですよ、それは、うん、あの警察やね。だから私は反フェミニストを宣言してますけど、フェミニズムっていうのは女の人をこう優位にするってことで、本当の平等じゃないですから、悪平等ですから。で、平等って言葉自体が悪平等をあの延々と述べてるんで、そんだったら不平等でいいわけですよ。だから大事なのは尊敬の試合であり補助の試合なんですね。だからそういうことで、で結局こう悩んだんですけど、二渡慶司が人事で悩む、それで人情とかそうやって、うん、組織とかをこうやっていく、本当にね、不思議なドラマなんですけど、組織論にもつながるような、人の心につながるようなドラマだったんですけど、でそういうちょっとね、陽子の南野がね、うん、こう不倫とかしちゃって、こう清算しちゃって、清算っていう名前でね、清い算術のね、うん、記憶もなんともないですけどね、うん、生産、不倫生産の、不倫生産の。で、大門正明さんもね、こう、その、こう、カメラでね、仕立て上げちゃって、こう、デマを。だけど、その、偶然、なんかこう、別の事件で刺されちゃったりね、別の犯人がまた出てくるわけですけど、真犯人がね。そんなドラマだったんですけど、で、結局、最後に別れるわけですよ。うん、結局ね、うん、まあ、こう、好意を持ち合いながらも、8年後の二渡りは、その8年後の眼鏡を外してね、色っぽくなった南の横とかも、最後はね、これでお別れねって言ってこう、で、2時間半もね、かけてこう通勤してたのをこう南の横をこう人事でね、こう飛ばしてあげてね、こう、で、本当はね、こう、その不倫男もね、同期の堀不倫男もね、こう飛ばそうかと思ったけど、こう、こう麻薬取締り捜査のためにはトップが死んじゃいましたから、大門さんが死んじゃいましたから、正樹さんがね、うん、西部警察じゃないですけどね、そういうこう、うん、こう残すというね、ちょっとね、ハードボイルド、心で泣いて、男っていうのはね、やっぱりハンフリー・ボガードですからね、あんたの時代は良かったですからね、そんなこんなの感じです。